guys! モンスタージョン TV! 始めました、モンスタージョン TV! 元気があれば何でもできる、元気があればウルージュになれる、そんなあなたは、因果ざらしということでやっていきましょう。なんかわからんくなるねんな。こうカメラが変わるとこっちで打ちゃいいのか、こっちで打つとでもこのマイクのなんか棒に当たっちゃうし、ざらしさあやっていきましょう、トレクルでございます。さあさあさあ、今回はですけども苦行の旅へ出るわけでございます。こちら、はい、姫亀回収でございます。前回に続きね、今これやるしかないでしょっていうイベントなんでね、ぜひともね、これみんなもね、やった方がいいんじゃないかなと。そして私もね、せっかくやるのであれば、まあ30分ね、これ挑戦できるんで、みんなとワイワイ話しながらやれたらななんとね思いまして、今回ちょっとねこれをまた挑戦していきたいなと思います。てか、デッキをちょっと考えててどうしようかなとね。今、これが基本のね、僕のデッキなんですけど、もう一個作ったんですよ。はい、こちら、サボーシーデッキでございます。これ、どうなんでしょうね。ちょっと、冒険してみる。でもね、こっちの方が、まあ、早いっちゃ早いんだよね。赤犬さんいるから、ちょっとまあ、場面考えよう。今回は、まあ、これで行ってみて、で、体力とかどこまで上がるのかっていうのをちょっと確認しつつ、っていう感じで行こうか。そもそもがこれで体力どれぐらいあるのか。そしてサボーシーに変えるとどこまで体力が上がるのか。てかさっきのサボーシーでいいかな。ちょっとね、そこら辺も考えどころではありますけども。まあちょっと挑戦していきましょう。どうせ結構なね、回数、よいしょと、よし、挑戦できるんで、ぶちかましていこうかなと思います。レッツゴー!よっしゃ。前回はね、まあ、長いことさ、これをやるわけなんで、いろんなことをね、こう話しながらやっていったんですけど、そんな感じでね、集会とかを、まあ、動画出していこうかなとも考えてるんですよ。なんかイメージ的には、まあせっかく集会するんだったらみんなとワイワイしながらなんかできたらいいなーなんて思ってて、でまあなんかいろいろと話しながらできてもいいんじゃないみたいなことを思ってるんだよね。なんかそれこそ生放送とかでできたら一番いいと思うんですよ。無限集会じゃないですかね。あの集会を何の苦とも思わないぐらいさ、なんかみんなとワイワイやりながらやれるんで、まあ、それが一番かなと思うんだけど、ただ時間的にね、こうピンポイントで合わないというか、そう、放送できるときはもうがっつりやろうかなと思ってるんだけども、まだまだ本当にね、流れがつかめない。本当にね、いろいろとこう始めてはいるんだけど、その流れをつかむまでがね、大変なところでね、そこら辺が落ち着き次第っていうところではあるけどね。なので、それまではなんかこんな感じで集会を、まあ、ゆったりとみんなといろんなね、こう話をしながらできたらな、なんて思うんですけど、まあ今回、まあ何を話すかっていうところで、なんか普段、ね、ジョンさんって YouTube、まあやってて、どんな生活してるんですかみたいな時々コメントでもらうんですけど、まあなんかよく YouTuber であるじゃないですか、YouTuber の一日をなんか撮ってみたみたいな感じのね、流れがあるんで、まあそんなのはね、また今度出そうかなと思いますけど、実際ね、すごいよ。何がすごいって、なんかね、何のなんか動きもないというか毎日ほんと同じことの繰り返しではあるんだよね。例えばどんな YouTuber であるかっていうのにもよるんですけど、まあそもそもがね、僕の場合で言うのであれば、まあまず起きて、で、まあ長らく変えようと思ってますけどね、前も言ったように前日に動画を用意していきたいと思ってるんですけど、基本的にこんだけいろんな量をね、まあ、出していくと、たくさんの動画を出していくと、前日から動画を用意していくっていうのがね、まあ難しいんですよ。本当に。結構難しくて。で、まあ、そうなってくると、起きて一発目に、もうすぐに、なんかいろんな動画をこう、何出そうかな、みたいなのを考えていく。で、まあ、常に考察動画、に関してね、考察っていうのは、もう本当日頃から考えてるんですよ。いろんなことを。例えば、まあ朝、僕の場合、起きて、で、まあ朝飯食うんですけど、あんまりこう急いで食うのはよろしくないかなっていうことで、まあなんかこう漫画読みながらね、僕の場合は、まあ朝飯を食うんだけども、それ必ずワンピースなんですよ。必ずワンピースなので、こう、1から最後まで何回も何回も読んでいくと。となっていくと、
まあ今流れで先日で言えばね、私はロブルッチとかの流れを出したんですけど、それっていうのはロブルッチのところをちょうど読んでいるからこそであって、で今で言えば僕は昨日か出した動画がキャプテンジョンについてね、キャプテンジョンについてすげえダッシュで違和感しかなかったんだけど、俺の名前がジョンだからさ、わかる？キャプテンジョンはね俺みたいな、なんかそんなようなすげえ違和感がずっとあったんだけど、そうだからスリラーバーグだから流れ的にどんどん来てんのよ。だからそこら辺終わって次多分シャボンディとかね、それ関連でこうなんか繋がってくるんだけど、要は僕の場合で何回も何回も見直す。で、見直すタイミングって言ったらそういった飯を食うタイミングなんだよね。もう常にワンピースのことしか考えてない。で、それが、じゃあ考えないといけないから考えるのかとか、考察何にしようかなってこう、考えるとかじゃなくて、なんか普通に飯を食う間とかが常にワンピースを見てるから当たり前のように。で、昔からね、これほんと昔から僕の場合って映画とか好きなんだけど、やっぱ映画アニメしか見ない。ドラマはほぼ見ないっていうような感じなのよ。で、まあ、そういう風にいつものローテーションで、もう昔からほんと10代からこんな感じなんで、まあそれと変わらず朝飯食べてワンピース見て、あれこれおかしくねみたいなのを気づいたら、ちょっとまあそこを掘り下げてみたいなのをやっていく。で、そうするとそれ昼飯じゃねえ、朝飯でやるわけじゃないですか。で、朝飯でまあなんかこういろいろとまとめながらね、こうじゃあこれやろうかなみたいな感じで決めて、でそれを今度は取っていく。で、鳥がね僕の場合って本当に多いんですよ。やっぱ1日に 4,5 本出して行くと、もうまず考察動画を撮っていって、で、まあ前であればすぐにこう編集にこう入ったんですけど、今はその前もお話ししたみたいに、ありがたいことにその編集チームがいるんですよ。もう最強のね、編集チームがいて、おかげさまでいろんなことが実現できてるわけでございますけども、で、それをまずまとめたら、その動画撮ったらね、動画撮ったら、まあ、こういう風にしたいんですよってことをこうまとめて、で、そこから編集チームに送っていくみたいな。で、そこから、それを、動画が結局だって、4、5本とかあるわけだから、撮りだけで結局、まあ、あれってその、一発撮りなんだけど、ただ僕の場合って、アホだから言い直しが多いんですよ。なんかね、その、いつも僕携帯見ながらやってるじゃないですか。あれっていうのは、自分が話したいことを、しっかりとまず、まとめるんですよ。で、まとめてから動画を撮っていくっていうのも結局、まあ前はね、こう携帯を見ないでやってたんですけど、やっぱ僕で記憶力とかすげえ悪いんで、そうなってくると、これ言わないといけないのに、言わなかったみたいな。せっかくこれめちゃくちゃ重要なことなのに、言わなかったじゃんってなると、後でめっちゃ後悔するんだよね。だから昔の動画とか見てもらえれば、僕大体ファーストコメって書くんですよ、一言ね。で、そうなると一番最初僕が考察始めた時っていうのは、なんか補足は書いてあるんだよ。ちなみにこうでこうでこうでみたいな、忘れちゃうみたいな。だからそういったのを防止するためにも、僕の場合はこう携帯見ながらね、やっていくっていうのがまあ基本なんですけど、でもやっぱ一本撮るのにだいたいね15分から20分かかってくるわけでございますよ。まあ平均20分、20分はねえな、15分ぐらいか、まあ、15分から20分。まあ、15分と考えて、15分でそれを、じゃあ、わかりやすく4本っていう風に考えると、4本撮るだけでも、1時間、まず、かかるんですよね。で、もちろん、こう、1時間っていうのは、今、あくまで撮り時間で言っただけであって、まあ、もっと細かい、変動、まあ、これは20分いった、とか18分いった、とかって考えてみると、結局、撮れでだいたいそこで1時間半、ぐらい。で、プラス、すぐに連チャンでこう撮れるわけでもなくて、こう、一個撮ろうと思ったら、それをもう一回見直して大丈夫かなっていう、これで、こう、言いたいことは全部言えてるかなみたいなのを見て、で、まあ、もうちょいまとめを、まあ、ブラッシュアップしていくっていうような流れを組むので、そうなると、まあ、基本的に動画を撮るのに、だいたい2時間とか、まあ、2時間半。3時間はいかないと思うけど、まあ、2時間とか、それぐらいは行く。で、今、こういう風にトレクルを、撮り
始めたんですよ。で、まあ、ちょっと前はそういう風に撮ってたんですけど、トレクルも入ってくると、そこの4本プラストレクルも入ってくるっていうような流れになるわけで、そうなると鳥として、まあなんか基本的に僕2本ぐらいはね、そのトレクルは上げたいなと思っていて、そのゲームって本当に僕今もこういう風に周回普通にやってるんだけど、やっぱ個人的にめっちゃ進めたいんですよ。進めたいで動画を撮ろうかなって思うと、まあまあなんかこう本数は自然と増えるわけじゃないですか。なんかただ単にガチャやってはい終了じゃないから、なんかこう育てていきたいとかっていう、でそういったのをまあもろもろこうプレイしてるの動画撮っていくと自然と2本とかね、こう本当は目標としてはなんか 3,4 本ぐらい行きたいんだけど、まあまあね、現実的に2本やっていくって考えると2本で鳥で、まあ基本的にこれで僕は一発撮りではやってるので、まあ大体これで言えばだって周回だと30分だからね、30分全然苦でもなんでもないんだけど、終わってみると、いや終わってみても違うな、なんかふと考えてみると、あ意外と撮ってんなみたいな、その場は1ミリもこう苦でもなんでもないんだけど、だからこれも合わせていくと30分じゃん。これまず周回で多分30分ぐらいはまあ撮るじゃん、終わるまでね。だから最終的にこう、まあ、35分とか、まあ、それぐらいになると思うけど、40分マックスか。でもう一個まあ撮りたいのがあって、でそれも取っていくってなると、それもまあ20分ぐらいかかるじゃないですか。だからまあ2本で考えるとまあ1時間、なので鳥でだいたい3、4時間、まあマックス4時間じゃないですかね。そのまあ間とかもあるわけじゃないですか。始める前に今言ったみたいにブラッシュアップしたりとか、こう考えたりとかっていうね、まあトリクルに関してはもうやりたいことは決まってるから、そこまで間はないんだけどまあって考えると、鳥だけでだいたいそれぐらいはまあ4時間ぐらいは平気でかかってくるっていうような流れなんですよね。そうで、そしたらもう昼飯とかには被ってて、で多分それをやる間にまあ昼飯も食べたりとか、そんなような感じになると思うんですよ、朝から始めてね。まあ、最近ちょっとそれも考えて、早く起きないとと思っても、なんか5時半とか朝の5時半とかに起きて、いろんなことがあるがゆえに、それを早くから起きてやって、さらにもっといろんなことをやろうみたいなね。そう、楽しいことだからこそ、別にいくらどんどんそれがやることが増えても俺は全然苦じゃないんだよね。だからまあそういう風に早起きとかしてるんだけど、そうな、そんな感じで普通に行ったら、まあ撮り終えた頃にはもう夕方とかになるのかな、起きる時間次第ですけどね。だけどまあそれぐらいにはなってくる。で基本的にはお話ししたみたいに、動画は今はその編集チームがいる。で元々はその相方にお願いしてたんだけども、さらに編集チームにお願いをして、で僕に関してはそこから今度はそのゲームの、まあアップロード作業をしていくっていうような流れなんだよね。撮り終わってからは、例えば今みたいにこういう風にゲームやって、でそこからはまあ軽くちょっと調整をする、カットをしていったりとかして、でそれを YouTube に上げていく。まあそこの作業でどうでしょうね。まあ2本分あるからな、その書き出し時間があったりとか、動画作ってから書き出しの時間があって、さらにそこから今度はアップロードの時間があるわけで、まあそう考えていくとどうでしょうね、2時間、まあ3時間はないな、2時間ぐらいはかかると思う。でその2時間てか書き出しとかの間に、いろんな企画を、まあ、考えたりとかするんだけど、トレクルが入ったことで実はいいことが起きて、まあ米編とかを僕すごいしたかったんですよ。だけど今言ったみたいに、そのいろんなやることがあって、で米編ができてなかったんだけど、トレクルを昨日からそういう風に始めたことによって書き出し時間があるわけじゃないですか。で企画とかはまあ言ったみたいに昼飯食ってる間とか朝飯食ってる間にこう考えたりするんで、まあわりかしあるんだけどそしたらまあ書き出してる間に時間ができて、その間になんと米編ができるんだよねだから面白いことで、トレクルを始めたことによって時間は減ったんですよ。言うのであれば忙しくなった、忙しくなったのに時間ができた、わかるこれだからね、すごい俺楽しいなと思ってて、やっぱね、みんなからもらってるコメントっていうのをやっぱ俺は返したいなってずっと思ってたんですよ。でまあ例えばいろんなことをやるようになって、
まあ時間がちょっとね、まあなくなってきたなと思って、なんか対策しないとななんて考えてて、まあここ1ヶ月ぐらいは米編がちょっと少なくなってしまったけども、あららとね、トレクルを始めてみたらなんとびっくり、米編ががっつりできるというね。だから昨日とかからね、なるけど、米編がね、結構できてるんですよ。まあ、今後の流れとしては、そういう風に書き出ししてる間に、こう、みんなのね、いただいたコメントを、まあ、返していくみたいな、そんなような流れにはなる。で、気づいたらそうなると、もう夜の7、8時とかになってるんですよ。じゃあもうそろそろ終了かなって思うんですけども、毎回ではないですけども、だいたい朝に撮って送るってなるんだけども、僕の場合は、終わる時間次第では、そこから、翌日分の動画を、まあ、撮って、編集チームに投げていくっていうような流れを組んでるんですよね。だから、例えばトレクルに関しても、昨日、上げたんですけど、動画をね。それ以外にも、どうだ、昨日に関してはトータル4本撮ってる。だから1本上げたんだけど、本当はね、昨日全部上げようと思ったんですよ。なんか俺、撮りだめとかなんかあまりするつもりなくて、なんかそんなね、後のこと考えて、やってるのも、まあもちろん大事だけど、なんか出したいものをどんどん出そうっていう考えだから、そうそうそう、なんかよく言われるのが、ジョンさんそんなに動画出しててネタ切れ大丈夫っすかみたいな。男に生まれたからにはネタ切れだ、そんなん考えてる場合じゃねえだろうよいと、ね。自分のやりたいことをもうガンガンやっていくと。で、そうすればね、ネタ切れもクソもないんですよ。まあ言うて切れるときは切れるだろうけどね。切れるときは切れるだろうけど、切れたら切れたで、他に頭を回す流れになるわけじゃないですか。何やろうかなみたいな。それでいいんですよ。その時になって、初めて考えればいいなって俺は思うんですよね。だから考察もたくさん出してるし、間違いなく、まあ、あと数ヶ月したらそんな考察ってね、なんか決まってるわけだから、出す内容っていうのはね。だから、こう最終的に、もう多分、こう言うのであればネタ切れになるのは数ヶ月でなるとは思うけど、だから何って話なんだよね。切れたら切れたら、その時にまた面白いことを探せばいいじゃんっていう話なんだよね。だから今も楽しいからこういう風にバーってやっていって、それでなんか考察っていう面でも出し切ったなっていう風に思ったら、あ、別にその分時間ができるから、じゃあ生放送がっつりやればいいじゃんとかさ。あ、そんなんでいいんだよね。結局は、その分みんなの時間ができるから、対してなんかこうあんまり考えてないというかね。まあだから昨日はそういう風に4本撮ったんだけど、その後にね、夜撮ったんだけど、アップロードする時間もね、あまり遅くなっちゃうとみんなが見れないってなっちゃうんで、ある程度の時間になると、まあまあまあちょっと明日に回そうかなみたいな感じにして、まあそこで撮ってるのは一旦終了にするんだよね、上げずに。だから昨日は1本だけど、実際は、あと3本は撮ってる。で、今日、まあ、今撮ってるね、流れで1本撮って、まあ、これが上がってる時には昨日になるんだけど。そう。で、まあ、それで2本になって、翌日に一気に2本だし、だから、ちょっと日程の価格ずれるんだけど、今日は1本トリクル出します。明日に関してはもう2本ぐらい出しますみたいな。で、基本がもう2本だから。で、そういう風に、まあ、4本とかは、まあ、取っていくわけでございますよ。まあ、出す本数が今、目先では2本だと思うので、まあ、多分2本とかになるけど、1回ゲームやり出すと止まんないんですわ。取らないといけないから取るのであれば2本でいいんだけど、やっぱね、面白いからね、こう、たくさん取っちゃうんだよね。せっかくやるんだったら、これもやろう、これもやろう、これもやろう、みたいなさ、流れで、まあ、取っちゃうみたいなね。そうそうそう。で、まあ、そういう風に4本撮ったりとか、トレクルやってる時とか、前の、一回俺ちょっと一瞬、間が空いたでしょ。で、その空く前っていうのは一回でやっぱ何本も撮っちゃうんだよね。本当にね、5、6本とか平気で撮るんだけど、撮らないといけないとか、じゃないのよ。なんかね、もう面白いからがっつり撮っちゃうんだよね。まあ、いいことだよね、それは。すごくいいこと。だからこそなんか、自分の好きなことを、こういう風にやるっていうのが一番楽しいし、まあ苦ではないなっていうね。まあっていう風に4本撮ると、さっき言ったみたいに、まあトレクルの場合だと、まあそれも15分から20分とか、まあこういった周回をやっていくと30分は平気でかかるんで、4本撮るとなると、まあ2時間、まあ2時間ぐらいは平気でいくよね。ってなると稼働時間を考えてみると、
もうすでに翌日分とかを考えてみても8時間、7、8時間とかそれぐらい行く、そんぐらいだよね多分3、4時間そうだね、それぐらいのはずだね、合間とかまあもろもろ考えても。まあそうなるともう自然と取り終えた頃には、夜の10時とか11時になってる。それが1日のまあ流れなんだよね。で考えられるのが、あれジョンさん外に出ないんですかっていうね。出ないんですよそもそもがあんまり外出が好きじゃないんですよ。もう出るってなるともう事前にいろんな準備をして、あのちゃんとアップロード作業とかそういうのを確認してから、まあ、出るっていうような流れになるんだけど、まあ、そもそもが本当に家から出るのが好きじゃないんですよ。そうだからなんか出ないことに関しては何も問題はナッシブルっていうような感じかな。そうなんかそんなにこう遊びたい欲があるかって言ったら、いや今遊んでるしみたいななんかね、その考察動画とかも僕の中ではこう友達に話してる感じなんですよ。それって友達と要はワイワイ遊んでるわけでしょ。だから、まあ、楽しいわけで、でみんなからのコメントいただいてね、コメントでまたこうコメント返して話したりワイワイやって、でゲームやってさ、もう遊び尽くしてんじゃんさらにその上に外に行きたいかって言ったら、まあ全く遊んでなかったとしても外に行くのは嫌いなんだけどやっぱ家が一番落ち着きますねまあだからなんかこう僕の場合はこう外で友達と会うことがあるにしても、なんかこう密かにこう打ち来ませんかみたいな流れに持っていくんだよね。あ、そうなんですねみたいな、そこで遊べそうですね、打ち来ますみたいな本当そんな感じなんだよね昔から。そうだから、まあ、基本的には外には出ないですね。だから気づいたら、まあ、そういう風にもう夜になってて、で夜飯も食う時になったら、まあ、同様にワンピースを、読みながらこう食べているみたいな。で自然とそこでまたいろんな考察が生まれるわけでございますよそうだからね、別になんかこうネタ考えないとなっていう感覚はそこまでない、そこまでない。なんかやっぱ常にワンピースに囲まれてるわけなんで、でしまいには月曜日になれば昔からの当たり前の周期でこうジャンプを読むわけじゃないですか。もうジャンプなんて読んだてかね、ジャンプ発売日が僕の中で一番フィーバーしてるね。なんか最近の情報量が多すぎて、あ、これはこれだよね、あれはそれだよねみたいなのが一気に出てくるので、なんかねもう戦争だね。月曜日はもう毎回戦争でございます。マジで起きてからこう、まあ、ワンピース見て、あれれみたいな、もう何これみたいな感じになるわけじゃないですか。マジかみたいな。でそこから動画撮ってっていうのを5本ぐらいやるわけでございます。4、5本ぐらい、もう最近の流れはそうよ、最近の流れは4、5本ぐらい撮って、でそこからまあそれを編集チームに送ってみたいな感じでやると、もうそれだけでね、もう1日がもうね流れてるんだよね早い。だからやることは多い、多い分一瞬で1日が終わるね。ほんとでもそんな感じですよ、マジで一瞬で終わるなっていうような感じで、それをじゃあジョンさんの一日どんな感じですか、動画にしてくださいって言われたら超つまんなくねここでだからずっと固定だよ、動画は常に固定。まあせいぜい飯食う時にちょっとリビングにカメラ映ったなみたいな、トイレ行ったなみたいな、まあトイレさすがに映せないからさ、もうそんなレベルなんだよね、ほんとそんなレベルで何の動きもないっていうか、動きはないんだけどめちゃくちゃ楽しんでるみたいなそうなんだよね、意外とね YouTuber、 まあやるジャンルにもよるけどね、それが例えばじゃあまあ外に出る系のねこう YouTuber であれば、まあまあなんかこうネタを探しに行こうって言って外に行ったりとか、まあ商品紹介をメインでやってるような YouTuber であれば、まあその商品を何紹介するのか考えて、考えてからの買いに行くっていうような
まあ流れがあったりするんで、まあいろんな YouTuber がいると思います。でも僕のこのやり方っていうのはゲーム実況者とかがなんか若干近いのかもしらんですね。あんま家から出ないで基本はもうそこで完結するみたいなそんなような流れに多分まあなるのかな、僕に関しては。それが全然楽しいんだよね。やっぱね、昔にはなかったこのオンラインっていうかね、こうネットで繋がってるっていうのが一番強いなと思うんだよね。昔のゲームって言ったらそこまで例えばこうオンラインで繋がってるとかっていうのもなかったし、で今みたいにこうツイッターとかもあるわけじゃないんで、まあ俺的にはね、昔の良さもあったと思うけど、そんなのは方便であって、昔より断然今の方が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 めちゃくちゃびっくりしたんだけど今電話が電話が来て、普段ねあれなんですよ、動画をこういう風にまあ携帯のね、ゲームやるときっていうのはこう通知とかっていうのをオフにするんですよ。今みたいに電話かかってくると動画がそのままそれ反映されちゃうんで、そういう風にしてるんだけど今回はすっかり忘れてましたね。びっくりしたよね、びっくり。そうそうそう、あの編集チームのね、イケメン兄ちゃんからちょっと電話が今来たんですけども、見事に今はやってる途中であるというね。そうそうそう、基本的にそういった流れもね、電話でやったりするんですよ。何の話してたっけ、何の話をしたか。そうそう、だから昔の時代古き良きとは言うけども、やっぱ俺は今の方が楽しいなと思うんだよね。なんか仲間たちとすぐに繋がれるというかね、遠いところにいる仲間でもそういう風にすぐに繋がれるっていうのは本当にね、素晴らしいなと思うね。正直今のこの何でもある時代と昔を考えてみると断然今の方がいいなと。昔であれば例えばじゃあそういう風に物がないからこそね、もう外に出てもうなんか野生を感じるじゃないけどさ、こう楽しむっていうのがあったけど、でも全然なんかそれはそれでよかったけど、断然今の方がいろんなことがあってね、なんかいいなと僕は思いますけどね。まあその分でも一日の流れっていうのは本当早いんで、例えばツイッター1個でいろんなことが完結してしまうんで、こう気づいたら一日が終わってしまうっていうのでは、まあ果たして良いものなのかっていうのはまあ考えものではあるけど、まあまあそこを踏まえた上でいろいろとまあ動きを変えていけばいいのかなとは思うんですよ。なんていうか、そのまま飲まれてしまって僕みたいに全くもって家から出ないっていうのはまあ、あまりよろしくないかもしれないけど、こう僕の場合はそれを把握した上でそれが楽しいと思ってやっぱこういう風にやってるわけであって、で一番まずいのは気づかずにこうまあなんかエンジョイできてないというか、もうスマホに依存しちゃってるとかね、そういったのが一番危ないんで、そこだけはね注意すべきところではあると思いますけど、まあそうでない限りは全然まあ問題ないのかなとは思いますけどね。よいしょ、ぶち込みからのよいしょ、えいやあしゃ。そうだから意外とジョンさんは引きこもりだっていうねなんかクラブとか行って遊んでそうみたいなイメージあるけど、私クラブとかほんと大嫌いなんだよね。もう何言っとるかわからんねん、あの声がうるさくてさ。もちろん行ったことはありますよ、 2,3 回ぐらい人生でもちろん行ったことはありますけど、全然楽しくないんだよね。もうやかましいねみたいな感じで、もうねダメでしたねそれよりはなんか静かなお店で普通になんかこうね話してる方が楽しいなっていう風に僕は思って、だからクラブとかは絶対に行かないね。もう何があっても行かないね。もうなおさら今なんかそういったクラブ行く機会があったら、あ行かないっすっていう風にもうやっぱ断りますよね。まあそもそもでもなんかもう普段から家あまりにも出なさすぎて、そんなになんか遊びに行こうぜっていう誘いも来ないですけどね。そう本当にもう家から出ないのがもう基本なんで、自然となんかそんな誘いも来ないけど、まあ、特にでもクラブとかっていうのはもう昔から好きじゃないですね。で特に僕の場合はそういう風にじゃあなんかこう飲みに行こうみたいなのもやっぱなくて、あのお酒を僕飲まないんですよ、大嫌いなんで。でそうなってくるとなおさらこうなんか、まあ、出る機会っていうのはねこうなくなってくるような
感じなんだよね。まあせいぜい出る、今パッと出るとしたらそういう風になんかご飯をちょっと買いに行くとか、あとはパターンとしてはこう、まあ、全部動画とか上げ終わって一日の流れが終わって、まあ、そこまで遅い時間じゃなければちょっと軽くウォーキングに行くみたいなそんなような流れはまああるかな。なんか夜とか僕歩きに行くのが結構好きなんですよ。なんか夜の雰囲気ってすごい好きで、もっとネクラな方向にあの話を進めると、僕ね別になんかそういった、ね、まあ、ね、ネクラなのかな、ネクラわかんねえけど、何を思ってネクラか知らないけど、なんかね明るいところよりもなんかちょっと暗いところが好きだったりとか、まあ、真っ暗はちょっと嫌だけどね、部屋とか必ず俺全て電気ついてないと嫌でさ、だけど部屋の家具とかで全部白黒だし、なんか黒好きなんかいみたいなってなってくると、今度は夜とかがやっぱ僕昼より大好きなんですよ。昼間とかはなるべく外に出たくない、出るとしたらもう夜だけみたいな、だからそんな感じなんですよね。で夜がとにかく好きで、なんか静かな、それこそ終電もなくなって、終電もなくなって、なんか車通りも少ないようなね感じの、まあ、雰囲気がいいなーなんて僕は思ったりしますね。あらららら、さあこれラストマッチいけそうですね。あらら、あ、あー残念てってーるるるるってってって感じですさあどこまで今回ゲットできたかな。わりかしゲットできたんじゃない。前回のね赤いカメさんはまあある程度消化はして、で今回あーいいね、こんだけあるとすごく良い感じでございます。サボーシーは結局使えなかったけど、まあ次回サボーシーデッキ使ってみましょうかね。まあいい感じだったんじゃないかなと思います。なんかこんな感じで今後も集会はやっていこうと思ってて、でそれもなんか今みたいにねこうなんかワイワイいろんな話をねしていけたらななんて思います。だからなんかジョンさんなんかこれ教えてほしいっすみたいな、なんか関係ない話でも何でもいいんで、こうあればコメント欄でいただければ、なんかそれについてねみんなでなんか話していくみたいなね、なんかそんな流れができたらななんて思います。やっぱ集会せっかくやるんだったらね、そんな感じでこうみんなと話しながらっていう方が一番楽しいなとは思うんで、そんな感じで今後やっていこうかなと思います。でもうちょっと落ち着いたら集会とかもね生放送でやれたらさらになんかこう面白いんじゃないかなと思います。 OK、 そんな感じ。じゃあ今日はこの辺で締めていきましょう。最後にぜひとも皆さんグッドボタンとチャンネル、そういうことなんですよ。そう、こういうことがあると僕はカットをするっていう。でも基本的には、なんか、トリクルはね、あんまりこうカットを入れたくないなと思ってるんで、こういうところはまんま残してきます。あらが出る、あらが出る。バレちゃうよ、ジョンさん結構、なんか口下手だな、みたいな。チャンネル登録ボタンとグッドボタン。この動画も目指せ、1000いいねでいきましょう。ぜひとも僕のツイッターフォローしてくれたら嬉しいです。で、ツイッターの方でもがっつり絡みましょう。OK。で、僕にリポ送ってくれたら僕もフォロー返しますからね。はい。そんな感じで。そんな感じで締めていきましょう。また次回お会いしましょう。See you next time!